皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。シャドの霊圧が、消えた。いきなり何言い出すのよ魔理沙？かなり有名なセリフだよな。ということで今回はそのセリフの発端となった人物を解説していくわ。よろしくだぜ。一人で背負うな。そのための仲間だ。ということで今回解説するのはブリーチの登場人物、サドヤストラよ。ブリーチのカマセ代表の一人だな。ということで解説していくわ。サドヤストラ、ブリーチの登場人物でメキシコ人の祖父を持つクォーターで沖縄県出身よ。基本的にイチゴや読者からはチャドと呼ばれてるわ。高校1年生なんだけど、他の人物と比べると老け顔ね。寡黙だけど、素朴で温厚な性格で自分のために人を殴らないことを信条にしてるわ。また、動物や子供にも優しいわ。可愛いものに目がないという意外な面があり、可愛いものを見ると無造作に飛びつくわ。あと、体がすごい頑丈だよな。鉄骨を背中で受け止め、オートバイと正面衝突しても平気で非常に頑丈でアイアンボディとか言われてるわ。また、ギターが得意らしく、周平にギターを教えることがあるらしいわ。幼い頃は乱暴で気に入らないことやいじめを受けると暴力を振るってたけど、祖父のオスカー、ホアキン、デラロサに諭されて以降は自分のために拳を振るうことはなくなったようね。両親を幼い頃に亡くしたようで祖父に育てられたようで、祖父が親代わりだったらしいわ。いつもつけてるペンダントは祖父からもらったもので、大事にしてるようね。両親はすでに亡くなってたんだな。中学の頃、不良に絡まれてるところをイチゴに助けてもらってからはお互いのために殴ることを誓う親友関係になってるわ。ちなみに単純な素手での喧嘩はイチゴよりも強いらしいわ。授業態度は良く成績もいいようで、学力テストで11位を取ってたわ。当初は霊感が全くなかったけど、イチゴとの接触により霊感が身についたようで、力を覚醒させ、以降はイチゴの仲間として戦うことになるわ。だが、やたらかませ犬になりやすいよな。ソウルソサエティ編までは凶楽に負けたものの、強キャラのイメージは崩れなかったわ。だけど、アランカル編以降は負け描写が目立っていき、死神代行消失編以降はネイムドキャラを一人も倒せないという始末で、とにかくやられ役になることが多いわ。チャドの霊圧が消えたはソウルソサエティ編で凶楽にやられた時にイチゴが言ったセリフなんだけど、このセリフのインパクトが強かったため、次第にチャドを象徴するセリフになってたわ。だが、霊圧が消えたは一度しか言ってないんだよな。だけどしょっちゅう霊圧が消えるため、読者からはめっちゃネタにされてしまい、彼の霊圧が消えることばかり期待されるようになってしまったわ。彼の場合、敵を圧倒すると普段無口なのにやたら饒舌になるため、かませに拍車をかけてしまってるわ。また、彼は死神代行消失編のキーパーソンなんだけど、敵に洗脳されてイチゴと敵対してしまうというひどい扱いで、作中での扱いがそもそも悪いわ。次第には霊圧が消えるシーンすら省略されるようになってしまったわ。イチゴの親友の立ち位置もいろいろな人物に取られたよな。イチゴを終始支えてたのはチャドよりもレンジだし、ライバルとしての立ち位置は憂がになってたし、敵の能力にも惑わされず、イチゴの味方であり続けた白夜など、チャドのポジションがいろいろなキャラに取られてしまい、チャドの存在意義すら怪しくなるシーンも多々見受けられたわ。さらにはアランカル編ではイチゴ時期時期に戦力外通告をされたことがあり、とにかく作中ではかませになってしまいがちよ。だが、チャドも活躍するときはするよな。そうね。イチゴに戦力外通告をされたときも己を鍛えて修行したり、敵を倒す描写もあるにはあり、彼のその義理がたく、友達思いな性格が好きという読者は多く、根強い人気があるキャラでもあるわ。死神代行消失編以降は目立った見せ場に恵まれなかったのが惜しいわね。そうだな。ということでここからは彼の主な対人関係を話していくわ。よろしくだぜ。イチゴとはお互いのために殴ることを誓った仲よ。チャドはイチゴと共に戦うことを望んでおり、イチゴを積極的に手助けしてるわ。イチゴもチャドを頼りにしてる描写が多く、お互いの背中を預け合うことも多かったわ。一時はチャドがイチゴに戦力外通告されるも、後に力をつけ、なんだかんだで終盤までイチゴと共に戦い続けてたわ。お互いのために戦える親友同士と言えるわね。この二人は仲がいいよな。織姫とも仲が良く、一緒にいることが多いわ。目立った絡みは少ないものの、共に修行してる描写が多いわ。また、チャドは織姫がイチゴのことが好きであることに気づいてる描写があり、織姫とイチゴの仲を応援してたと思われるわ。織姫と一緒にいることも多いよな。
武勇とはイチゴとの関係もあり、最初はあまりいいとは言えなかったわね。だけど、次第にお互いを信頼するようになり、共闘してるわ。ソウルソサエティ編以降も普通に話してる描写があり、仲がいいのがわかるわ。なんか、良くも悪くもイチゴが絡んでるな。周平にはギターを教えたことがあるようね。とまあ、チャドの主な対人関係はこんな感じね。ということでここからはチャドの能力を解説していくわ。よろしくだぜ。チャドは朝黒い皮膚を媒介にしたフルブリングを使うわ。チャドのフルブリングはかなり特殊で、イチゴとの接触と包力の力によって覚醒した能力らしいわ。フルブリングなので、能力の性質上、ホローに近い力らしいわね。当初は右腕のみ変化してたけど、後に左腕も変化するようになったわ。最終的には全身が変化するという考察があるけど、考察の域を出ず、そこら辺はよくわからないわね。変化させた右腕で戦うのが基本戦術だよな。右腕は死神代行編集版、イチゴの妹であるカリンを守るために力を覚醒させてたわ。右腕から霊力の打撃を放つわ。当初は2発撃つだけで限界だったけど、夜一との修行をしてからは5発以上撃っても平気だったわ。行楽曰く、消耗限界を超えても命を削って出し続けられる技とのことで、当初は使用するだけでチャドの命に関わる危険な技だと思われてたけど、今は特にそういった制約はないと思われるわ。体が大きいゆえに機動力が低いっぽいんだよな。そうね。体が大きく、一撃は大きい分、動きは鈍く高速移動技を使用してる描写もないため、機動力は低いわね。また、ネームドキャラを倒す描写は少ないけど、乱戦には強く、一体多数で多くの敵を倒してる描写は多いわ。また、波の死神大使の残白刀をへし折れるだけのパワーがあり、パワーは相当なものだと思われるわ。それに、チャドが負ける相手はどれも強敵ばかりでチャドがやられるのも仕方なかったりするわ。後の総隊長の凶楽、クイントエスパーダのノイトラ、セロエスパーダの闇、過去改変能力を使える月島と、確かにどれも強いやつばっかりだな。挽回したレンジとの修行で右腕がさらに変化したわ。これにより、戦闘力が大幅に向上してるわ。また、機動力は低いとは言ったけど、ソニードなどの高速移動技の動きに対応できるようになってるわ。高速移動技も使える可能性があるけど、これに関しては詳細不明ね。機動力は低いが高速移動には対応できるようになってるんだな。ということでここからは彼の使用した技を解説していくわ。よろしくだぜ。エルディレクト。ウェコムンド編の時に使用した技よ。右肩の出っ張りの部分が開き、強力な霊圧の一撃を放つわ。でも裏を一撃で倒しており、強力な技よ。そうだな。グルーアピラール。相手の手を取って一本背負いの要領で投げ飛ばす技よ。ただの投げ技にそんなオシャレな名前あったのか。ブラソデレチャで悲願で。変化した右腕の真の姿で守りの力を宿してるわ。この姿になってからソニードに対応できるようになってるわ。盾のような形状で高い防御力を誇るわ。だけど、ノイトラには一撃で粉砕されてしまったわ。名前覚えにくいな。ナオディアブロ。ブラソ、イスキエルダ、デル。ブラソイスキエルダデルディアブロ。文字通り左腕が変化するわ。守りの力である右腕とは逆で攻撃の力が宿ってるわ。右腕とは対照的で白いわ。攻撃の力が宿ってるだけあり、右腕以上の攻撃力があるわ。その高い攻撃力は防御にもなり、ガンテンバインの攻撃を防いでるわ。ブラソイスキエルダデルディアブロオシャレだな。ラ、ムエルテ。左腕で霊力をまとった一撃を放つわ。放った際に骸骨状に壁を粉砕するわ。ガンテンバインを一撃で倒してるわ。チャドの能力の解説はこんな感じだな。ということでここからは彼の劇中の活躍を話していくわ。よろしくだぜ。死神代行編では力を覚醒させ、ホローを倒したわ。その後は織姫と共に修行し、イチゴたちとソウルソサエティに突入したわ。精霊帝では単独行動をすることになり、単独で多くの大使たちを倒してたわ。8番隊第3隻の炎上寺立つ草を一瞬で倒してたわ。そして、8番隊隊長の凶楽と戦うことになるも一撃で倒されたわ。その後は殺されず牢に閉じ込められ、助けを待つことになったわ。てか普通に考えて3隻の死神を高校生が倒すってすごいよな。そうなのよね。忘れられがちだけど、
固定13体は大半が石棺を与えられてない平隊員で、石棺はエリートなのよね。それを一高校生が倒すってのは十分すぎるほどの才能だと思うわ。それに、チャドはエリートの血筋があるわけでもなく、特殊な力はあるものの、本当にただの一高校生に過ぎず、それで後手13体の石棺を倒すのは十分すぎるほど強いわ。その後はケンパチと共に行動した織姫に助けられたわ。特に目立った活躍はなかったわね。次はアランカル編だな。アランカル編ではエスパーダの闇に一瞬でやられてしまったわ。その後は織姫によって治療されたものの、リロイに瞬殺されかけるわ。まあ、イチゴのおかげで助かったけどね。そして、イチゴに遠回しの戦力外通告を受けてしまい、チャドは一人で去っていったわ。チャドは己の力不足を痛感し、キスケに腫瘍をつけてくれるように頼んだわ。そして、挽回状態のレンジと腫瘍することになるわ。活躍するのはウェコムンド編からだよな。アイゼンに拉致された織姫を助けるためにイチゴたちとウェコムンドに乗り込むわ。そして、アイスリンガー、デモウラを相手に、ウユーと共に共闘することになり、ウユーがアイスリンガー、チャドがデモウラを圧倒し、勝利したわ。その後はルキア、レンジと合流するもすぐに別れることになり、プリバロンエスパーダのガンテンバインと戦うことになるわ。最初は圧倒されるも、真の力を覚醒させてからは逆に圧倒し、勝利したわ。だが、ノイトラが来るんだよな。ノイトラに瞬殺されてしまうわ。最後の攻撃もノイトラのフラシオンであるテスラに止められ、そのまま戦闘不能になったわ。その後はルドボーンに始末されかけるけど、ウの花が来たことでルドボーンは逃亡し、ウの花にチャドは回復してもらったわ。その後は大量のフォローを倒し、イチゴの道を作ってたわ。ルドボーンをルキアが事実上倒すも、ヤミーが乱入し、レンジ、ルキアと共にヤミーと戦うことになるけど、またしても敗北してしまったわ。以降は特に出番がなく、アランカル編は終了ね。ちなみにチャドが倒したネームドキャラはガンテンバインで最後よ。次は死神大行消失編だな。死神大行消失編ではイチゴの力を戻すために銀城たちエクスキューションと協力することになるわ。だけど、その最中にチャドは月島に切られ、洗脳されてしまい、イチゴと敵対してしまうわ。この時チャドが発した、月島さんがいたからじゃないかはネタにされており、コラ画像も作成されてるわ。しかもチャドはイチゴに問答無用で襲いかかり、マジで殺しにかかるという低たらくさを見せてたわ。ほんとどうしてこうなった？その後は記憶の食い違いを起こし、その隙に一心とキスケにより気を失い、死神大行消失編でのチャドの出番は終わりね。死神大行消失編はチャドがキーパーソンだったにもかかわらずこの扱いの悪さはひどいわね。その後は千年決戦編に突入し、イチゴたちと共にウェコムンドに行くも、キルゲに一瞬でやられてしまったわ。その後は織姫と修行をしてイチゴたちと共に霊王宮に行って戦うも、ナックルバールに瞬殺されてしまったわ。まあ、夜一の助けもあって無事でイチゴたちと共に先に向かったけどね。千年決戦編マジでチャドが活躍しないな。その後はガンジュと共にイチゴの帰り道を作るために無数の砂の石像と戦うことになるんだけど、戦闘描写が一切なく、イチゴはユーハバッハが作ったゲートに行ってソウルソサエティに向かってユーハバッハと決着をつけたため、チャドが作った道が使われることがなかったわ。という風に、千年決戦編のチャドはろくな見せ場がないまま終わってしまったわ。そして、10年後にはプロボクサーになり、イチゴたちはチャドの試合をテレビで観戦してたわ。てか自分のために人を殴らないのが信条じゃなかったのかよ。それについては小説で補足されてて、最初は断ってたんだけど熱心に勧誘され、結果的にその熱意に折れる形でプロボクサーになったらしいわ。敬語曰く、俺らん中で一番な有名人になったとのことよ。これでチャドの解説は終わりだな。総括すると彼はいろいろな要因があってかませキャラになってしまった不遇キャラと言えるわ。だけど、なんだかんだで物語で存在感を放っており、根強い人気があるキャラと言えるわ。そうだな。これでサドヤストラの解説は終わりよ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくだぜ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。